<笑><笑>うーん。えふふふ。んーん。はぁ。はぁ。よーし、よーし。えふふふ。かわいい。あー、もうこれぎゅーしちゃおっかな。<laughs> いいよね。ぎゅーするね。うんちょ、ちょっと 急に動いたらびっくりしちゃうよ。もう、どうしたの怖い夢でも見ちゃった大丈夫だよ。ね。怖くないよ。怖くないよ。違うの私 <laughs> 君にとっては、はじめまして、かな。 私は今日から君の持ち主なんだよ。よろしくねー。わかんないとりあえず君が気にすることは何にもないから、わかんなくても大丈夫だよ。んー、なんだか君、さっきからキョロキョロしたり、私のこと怖そうに見つめたり、 落ち着きないみたいだから、一旦深呼吸しよっか。行くよ。はぁ、あ。はぁ、あ。ねえ、ほらもう一回。私と目を合わせて。 はあ、はあ、<laughs> かわいい落ち着いたあちょ暴れないのあもう危ないな知らない部屋だから落ち着けないのはわかるよでも壁とかにぶつかっちゃったら痛いからね あと、ベッドから落ちたりしたら、君手首ぐるぐる巻きで、受け身とか取れなくて頭打っちゃうかもしれないんだよ。ね。だから落ち着いてって言ってるんだよ。深呼吸じゃダメなら、私の胸の中で落ち着こっか。ぎゅー。不安なことがあるなら、いっぱい吐き出していいんだよ。 持ち主として、君を大切に大切に扱うのは当然だもん。大丈夫だよ。暴力なんてしない。優しくする。傷つけたりなんてしない。君の気持ちには、とことん向き合ってあげる。捨てたりもしない。君は、一生私の宝物なんだから。 あそれでも嫌なのここがもうわがままな君も可愛いでも私のものだからごめんねできないことはできないかなその代わり欲しいものとか食べたいものとかしてほしいこととかはなんでも聞いてあげるからさ。 一緒にいようね <laughs> ねえ悲しい顔しないで私いっぱい愛してあげるよ辛くなんかないよよしよし楽しいことだけ考えようね不安とか怖いとか今思ってることは全部忘れちゃうといいよ君は私の宝物 いっぱい愛情を注がれていっぱい大切にお世話されていっぱい二人で思い出を作るんだよ <laughs> もう泣き顔も可愛いこんな顔初めて見るかも <laughs> ドキドキしてくるねえ ペロペロしてもいいかな君のなら涙も絶対美味しいから。いっぱい涙流していいよ。って、わかりやすいくらいドン引きするな。そういう反応傷つくよ。いや、ね。確かに私も君のこと手に入れてテンションおかしいけどさ。だってよく考えたら近すぎるんだもん。 今まで触れるどころか目も合わせたことないんだよ。私、君のことずーっと影から見てたんだけど、知ってた、かな。最初は、電車の中だったね。それはもうすごくてすごくて、もうものすんごいくらい一目ぼれしちゃったんだもん。ズキューンって音がした。本当に。 雷に百発撃たれたし、胸に矢が百本命中した。でもね、こんな一目見ただけの私が、こんなズッキュンズッキュンしちゃうんだもん。世の中が見逃すわけないし、誰かいるんだろうなって思ったから、話しかけられなくて。でも、君と偶然会ったきりなのも嫌だから、追いかけちゃった。だって、好きになったらその人のことって、 いつだって感じてたいじゃんずっと見てたいし、声とか聞きたいし、匂いも感じたいし、何をしてどんな顔してるのかとかもう全部何もかも知りたいし、浴びたくて我慢できなくなっちゃうの。頭から離れられなくなっちゃったんだもん。でも、一番知りたいのは、この天使を独り占めする幸せ者は誰なんだろうって、 この天使にふさわしいのかなって。羨ましくなったし、君がそんな人にしか見せない表情とか態度とか可愛さとか、もう全部知りたくって知りたくって。本当好きな人の知らないことなんて知りたすぎるもん。知らないことがあると思うともやもやして、それしか考えられなくなって耐えられなくなっちゃう。君に会っちゃったせいで、私いっぱい苦しかったよ。 だけど、その分、いっぱい君で満たされちゃった。ねえ、君さ、彼女、いなかったよね。私、何ヶ月も君のこと見てたけど、デートっぽいこと、してなかったじゃんやっぱり、人気はありそうだったけど、まだ誰のものでもないんだろうなーって思ったんだけど。 ずっと見てたけど、君の持ち主っぽい人もいなかったし、でも早くしないといつどこで君が他の人のものになっちゃうかわかんない感じだった。だからね、今日は私の誕生日だから、もらっちゃっていいかなって。ずっと欲しかったから、魔が差しちゃった。 そしたら今までよりこんなに距離がぎゅっと近くなっちゃってもうクラクラしそうだもん。かわいすぎて幸せすぎてパニックだよ。好き。ああやっばい。君と私の話しちゃったからさっきまで抑さえてたのが一気に溢れてきたかも。 気持ち止まんないからさ。こんなに手に入れたかった君のこと、手に入れただけじゃ満足できなくなっちゃうんだよね。よく顔見せて。<laughs> 好き。可愛い,い。こんな好きなだけ君の顔見てられるなんて夢みたい。うーん。なんか怯えてるね。 あんなに君のこと大切にするよって宝物だよって言ったのによしよしでもそうだね君の不安間違ってないねだってもう無理だもん大切にするし君の求めることはできる限りなんだって叶えてあげるでも私君の持ち主だもん 君にも、私の願いに答えてもらってもいいよねいっぱいぎゅーしたり、なでなでしたりして甘やかしたいの。大好きって、目を見つめていってほしいの。あと、よ、よかったら、チューとかも、して、いい、よね。 無理にとは言わないから君のこと大切にするからねねうん、うん、いいよねね <laughs> ダメって言っても我慢できるかは分からないけどねウフフフが止まらないね <laughs> これから仲フフ